ギガ連射。さあ、今回やっていくな。これだ。もう上がるね。後ろのバックのこの。うん。もう、皆まで言うな。街で浮かれてるパリピのお祭り。ハロウィン仕様のね、クターの散歩やっていこうと思います。散歩、散歩。歩くの大好き。みたいな。散歩のやっていきます。これもうハロウィンだ。ハロウィンだ。渋谷のこの、秩序を乱した若者たちが大暴れするっていう、そういうイベント。日本ではそうなっているハロウィンですね。の、多分そういったゲームなんでしょう。サンダー&ポイズン。怪しいな、これ。散歩のゲームじゃないかもしれん。ギガ連射さんの悪い癖が、ついギャグに走りがちっていう、悪い癖が出てる気がするな。まあ、まずは見ていこうか。まずはあらすじから。恐る恐るあらすじを、あ、ちょっとずれてます。ちょっとずらします。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、散歩していたらうっかり迷っちゃった脅威の無表情キャラ、クタ。ここはどこ？気がついたら怪しい色の森に迷い込んでいたクタ。雷と毒の煙が発生する危ない森の中を出口を求めて、いざ、突き進め。わからん。このゲームが何かは。何かわからん。ハロウィン要素はどこにあるんだ？背景だけじゃないよね。まあ、まずランキング見ていきましょう。これをさ、年中やってる人たちはどういうつもりでこれランキングやるの？はい。これはまた珍しいランキングですね。1位、夜。聞いたことない。なんだこの。クターの散歩専用機みたいな。クター散歩特攻がついてるぞ、こいつ。まだセシル徘徊前。ひなのなのさんの名前よく見るな。こうやってね、クター上の方を見ると誰が今何のゲームをしてるのかっていうのが見えるんですよ、なんか。誰々が何分前にどれで何本のスコアで何位にランクインみたいな出るんですよ。ひなのなのさんの名前さっき見た。フェイマーロブリーが690ね。ライバルアザラッシュさんが76スコアで6位ですね。ここを目指していきたいけど、まあちょっとわかんない。やってみないとわかんないね。50ぐらいがいいとこかもしれん。今週行くんかな。やっていきましょうか。まあなんとなく面白そうな気配は感じる。おっと、アクション。あはん。これもしかして、もしもしもしかしてもしかしてあれですか、ハリーナポッターですか。もしかしてこれは、もしかしてエクスなんたらかんたらペトローナスみたいな。こっちもか、穴か。あ、俺、全然用意してなかった。全然用意してなかった、その。ハリーポッターデッキ全く用意してなかった。やばい、何も出てこない。やばい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 。うーい。ハリー、なんかね、ちょっと前、今やってっけね。金曜ロードショーとかでさ、ハロウィンやっててさ、親とか結構、うちの母親とか結構好きでさ、ママザラシがさ、ハリーポッターとか、ね、リングの、あれなんだっけ、リング物語。指輪物語だよ。なんで指輪物語をリングが先に出てくるんだよ。指輪物語とか、ああいう風ななんかね、海外のね、児童文学的なね。無理、ここ無理なんだが。まあ、結構好きでね、金曜ロードショーかなんかでハリーポッターやっててね、やってるから、まあ、チャンネル権奪われてハリーポッターになるんですけどね。アザラシはね、もうハリーポッターはね、後ろの方がなんかあんまりよくわかんないからね。ダメだ、ここ越えられないんだが。
全く超えられないんだが、どうなっとんだこれは。ハリー・ポッターってね、まあ親とも口論になり、なりそうだったけどね。最後はなんとなく、そういうもんだというふうに納得させたけどね。ハリー・ポッターってね、一巻がね、一巻、映画だったら一作目がね、ピークな気がするんすよ。そんなとこない？いじめられてた、ね、マグルの生活からさ、離れてさ、不思議な、あらららら、不思議なそのロンドンバスみたいなのに乗ってさ、ロンドンバスってのかな？2階建てのなんかタクシーに乗ってさ、ハリウ、あららら、ハリバット。ハリバットの運転手じゃねえな。誰だ、ケムクジャーの男は。ハリバットじゃなかったか。ハリバットはあれか。お評価。でかい彼の名前か。名前出てこねえ、もハリポッターの知識、うろ覚えすぎて出てこねえ。まあまあちゃんと、なんか本とか読んでる。本とか読んだら出てこない。もう、あんまりいいやっていう知識になっちゃってるな。ダメだ、タイミングわかんねえ、これ。なんか、漫然と続けちゃってるな。漫然と続けてる。ダメです、それは。今、ケムクジャーの、話が進まん。やば。話が進まん。だから、ハリー・ポッターの話させて。ハリー・ポッターはやっぱ一巻であり、映画の一作目がピークだと思っとるわけよ。アザラシさんはね。思っとるわけなんですよ。やっぱ人間世界とは別の、ね、たくさん杖がバーってなってるさ、杖ショップとかさ、ワクワクするでしょ。で、わけのわからない、お菓子とかさ。わかるよ、ここ。わかるけど入っちゃう。これ難しいな。簡単そうに見えてめっちゃむずいぞ。なんか、サンダーの落ちてくるタイミングに合わせられない。体がなんか、ダメだ。後ろの毒と一緒になんか、後ろの迫り来る毒とともになんか、前に、離してるからか。なんたらかんたらの百味グミとかさ。ああいう魔法世界のさ、すげえっていうのに、触れる、あの瞬間の、高まり。あれがやっぱハリーポッターのピークだと思ってる。そしてエマ・ワトソン可愛いよね。ハーマイオニーとかね。おい、ハーマイオニー可愛いじゃないかと。あそこがピークだと思う。後ろの方になってくるとね、なんかね。それは、もうちょっとやらして。なんか最後の方になってくるとさ、ロンとハーマイオニーがくっついたりさ、ハリーと、誰だったか忘れた。ね。今のネタバレ？知らん、もう国民的作品だろ。イギリス国民的。JK ローリングさんね。なんだろうな、最初に、本が出た時に、すごく言われた文句が、作者は一巻を書く前にもう、JK ローリングさんは、もう最終章を決め、最終話、最終章も書いてから、物語を作り始めたみたいな売りだったから。それ消えたら行くやん、もう。これ難しいって。難しいよ、こいつ。もうちょっとハリー・ポッター型にしようか。最終話を決めてるから、なんかもう安心して読めるみたいなところがあって。なるほどね。最後決めてるんだったら、これから続く長い物語もきっと、中だるみすることなく、面白いんだろうな、みたいなとこあったけどさ。でも、いざ最後の方どうよ。ねえ、ちゃんと映画とか、後ろになるほど尻すぼみだよ。なんなら。ハリーの父親とかさ、なんか、ねえ、どうなの？みたいなとこあるしね。うぃー。これ50いかねえな。ひゃー。ひゃー。だからもうハリー・ポッターに関してはね、本当にね、悪い作品だとは思わないんだけどね、1でもう満足なんだよね。別にヴォルデモート倒さなくてもいいんだよ。
あの魔法世界にハリーが入れたっていうあの瞬間の高まり、あれはどの他の作品よりも、もう一回だけやらして、まだ話してる途中だった。他のどの作品、どのなんかこうファンタジーものよりも、あの人間世界から魔法世界にね入っていくっていう、そのきらびやかな感じ、あれは、あの高まりは他の追随を許さないと思うんだけど、それ以降はね、そんなにかなみたいな。ハリーポッター自体は別に嫌いではないんだけど、物語として見たときはそこでもないかなっていう、まあ、否定はしないんだよ、全然否定はしないんだよ、いい作品だなとは思うんだよ。そういうことです。悪いとは思わない、いいと思うんだけど、いいと思うんだけど、よし、いける、よし、ここでベストを更新する。俺あと俺の大好きなイエスマンとかでね、ハリーポッターがねコスプレパーティーのねあれとして出てきたりしてね、ここでベストスコアを叩き出すと、俺はなかなかだぞ。なんなんこれは、これは一体なんなん。あのこのゲーム考えたやつちょっとバカだと思う。延々サンダーが落ち続けるのずっと。クリックでカチ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 しながらずっとサンダーが落ちるタイミングまで進み続ける横スクロールアクションって何なの一体。これを220まで言ったやつっておかしいだろう、あなたちょっと。むしろこれだからクタはやめられないね、俺のつまらないハリーポッター語りを、なんかこうずっとこうなんかまとまらない感じに終わっちゃったけど、ね、ハリーポッター自体は別にそんなに嫌いじゃないんですけど、まあ、物語を見たとき別に映画全部見るほどの情熱はないから、1のあのなんかね1作目のねあそこだけがもう本当にあそこがピークかな、それ以降はまあでもね、まああの新人時代にめっちゃ活躍したピッチャーはさ悪く言う人はいないじゃん、ね、それはそれね250勝したピッチャーと新人の年にタイトル総なめにしたピッチャー、どっちがいいのか、どっちもいいよっていう。まあハリーポッター自体はね新人の時に20勝したけどね、その後も10勝15勝10勝15勝15勝みたいな、結局250勝ぐらいはしてるとは思うけどね。はい、まあそんな話はどうでもいいです。今回はクターの散歩でしたね。ハロウィンですね。ハロウィンっぽいことしてる人って今年多分日本中で結構少ない、日本どころかね、ヨーロッパとかもね、ハロウィンらしいことできないんじゃないですかね。コロナのヨーロッパ、アメリカね。な気がします。明日もね、ハロウィンのゲーム、もう一本ね、クターあるんでね、あげようと思います。今日はクターの散歩でした。つまらないお話にお付き合いいただき、ありがとうございました。また明日のクターの動画で会いましょう。ほなまた。